皆さんこんばんは。剣士の続きやっていきたいと思います。さあ準備が整いましたのでね、行きましょうかというところで、はい。でね、傭兵雇いました。たまたま道通ってたんでね、まあどこまで役に立つかわかんないんですけど、どこに散らばってんのかすらもわからないというね。まあこうやってね、近くの、いや侍だわ、傭兵これにいるんじゃねえの。傭兵どれが傭兵かわかんないけど、あ、いた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 。ちょっとね、周りに敵が多すぎるせいでね、あれなんですけど、あ、傭兵ギルドあるじゃん。あれ、これ隊長いねえのかな。いるじゃん、これ雇っちゃえ。これは一気に攻勢を仕掛けられるぞ。はい、よし、ここら辺のも軒並み緑になったな。よし行くぞ。これのがみんな味方になったかな。これさあ、私たちがやんなきゃいけないのは動物種なんか入るか。抑えるぞ、一角抑えるぞ。ここだ、抑えるべき場所はここだ。さあみんな入れ、みんな入って、みんな入って、こっちだこっちこっち。よし、オッケー。動くんじゃねえ。あー、めんどくせえ。よし、オッケー。あ、ちぎ、外れが多いな。ちょっとしくったかもな。ピッキング、いやー、バカ野郎どもだ。まあいいや、もう戦っててもらおう、しょうがない。よし、あとは助けるべき損人材は帝国フード、これ外れ、アウトロー、いや外れしかいねえわ。これ失敗したな、ここは失敗したな。ちょっと失敗、ここは失敗です。違ったわ、もう一個隣だった。よし、さあできてるかい。いるじゃん、神聖なのがいるじゃない。エルスクもピッキングぐらいできるでしょう。よし、 You did it、 ピッキングして。よし、太陽来たね。閉じる、担ぎ上げる。よし、あれ敵だろう。いや、テックハンターだ、敵じゃねえな。ま、敵に回ったらだ。さあ救出作戦を結構するよ。よし、好きなさん担いで、You did it。閉めといてもらおうか。じっくり行くよ。上だね。結構いるね。はい。このぐらいにとりあえず上来てもらおうか。はい。待ちなさい、勝手に動くのやめなさい。はい、よし、ピッキング。さあ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 、You can
ちょっと待って、どこ行く気だ。敵を攻撃ってなってんな。ちょっと危ねえかもしんねえ。ちょっと待ちなさい。危ないね。ピッキング、足かせを外す。ピッキングする。ああ、これもダメなタイプだろうな。戻っちゃうタイプよきっと。よし、足かせを外す。よし、ピッキングする。さあ担ぎ上げて、どんどん行くよ。エルス君、足かせを外してフリーだよ。担ぎ上げる。よしよし、ガンガン行こう。あれ、今一瞬話しかけれそうじゃなかった？まあ担ぎ上げるか。お、いるね。話をする。 Can you give me a hand? Hold on. なんか俺間違ったかな、選択肢。あ、これで全部だ。よし、オッケー。今日の救出作戦はとりあえずここまでだな。みんな一旦出るぞ。よし、さあ帝国の海、さあ行くぞ。傭兵部隊が外に待ってるから、戦ってくれてるからね、スムーズに救出することができるぞ。そこのあなた、そこのあなた知りませんよ。よし、さあおいで。体力遅えな。大丈夫かな。よし、大丈夫か。変なの来てねえか。あ、いいね。守りの傭兵いてくれると心強いですよ。さあ拠点まで戻りましょう。これも傭兵いるからね。これ都市連合だ、めんどくせえ。家の中で解放しようか。さあ来て来て来て。いいね、無傷です。とりあえず家の中入って安全が確認でできてから下ろそうか。さあ大丈夫、ここら辺だけでも下ろしちゃうか。下ろす。どうかな、仲間になってるくれる子が。お、どうした。え、気絶しちゃったけど。ナイスノッキングユー。ダメだったな。はい、下ろす。一旦外出て、あれ持ってんのいないね。みんな意識不明で気絶しちゃってんだな。よし、起き上がってみんな。その間に太陽君にも来てもらって。さあどうだい、高速で撤退中。太陽君も下ろしてもらって。ダメか。お、話ができるぞ。話そうか。他話せそうにないし。やったぞ。Don't stop learning。捕まるぞ。よし。I say we チームを作る。団を作る。うん。素直じゃないか。よし。仲間が増えた。Let's go。まずは装備が必要だな。装備か。あるぜ。
野立ち。あれ、こっちにあんのあんまし。はい。あるね。あれ、おかしいな。シャツあるだろ、絶対。よし、仲間増えたな。この調子で増やしていこう。あれ、あった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 。こんなもんかね。とりあえずバック持たそうか。よし。まあ能力値低いのはね、おいおいどうにかしていけばいいからね。さて、大丈夫かな、この状態で。邪魔な敵を排除せよ。よし。さあ、削っていくよ。もう一回ぐらいやりてえな。おいらもじゃ。いけ。いけ。さあ、いけ。敵じゃ、敵じゃ。いいよ、太陽くん頑張って。さあ。傭兵も戦ってくれてるから。さあ、33に苦戦してるね。まあいいけど。いいよ。スレイブくんどこにいんだ。あ、ちゃんと経験積んでんのか。いいね。あれ？もうマイナス 6？ あれ？もうそんな成長したの？近接攻撃。思ったよりだね。せっかくだ、人狩り。あ、ちょっと待って、どこ行く気？大丈夫かな？勝手に動いてるけど大丈夫かな？今この子の育成を励まないといけないから。太陽君も頑張ってもらって。はい。さあ、いいよ。じっくりとね、鍛え上げながらいかないとね、役に立たないですからね。よし。いや、いろんなところで戦闘やってんな。大丈夫かなこれ。あ、ちょうどいいのいいんじゃん。オッケー。よし、その倒れてるやつ一直線に向かえ。リドリさん、どこ行く。よしよし、行け。13。はい。11。はい。見ててください、これって攻撃するだけでね、成長していきますから。一番いい的だな。じわりじわりと削っていけ。はいはい、ここにいるじゃねえか、ここにも。よし。はいはい、相手33だからボーナス入れますからね。大きいですよこりゃ。おいやー、フリック君、鉄槌、怒りの鉄槌よ。いや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 、あー、攻撃する隙もなく、ほらマイナス2までいった。ここにでもやりてえな。さあ、攻撃しちゃダメよ、他の人たち。とりあえずゼロに持っていきたい。ちょっと待って、君はやめた方がいいな。君はこっちだな。今日早いよ。ダメだって。はい、ちょっとダメだって。よし、こんなもんか。あといねえか、倒れてんのいねえか。ちょうどいいの、起き上がるじゃねえか。いけ。よし。さあ、え、帝国フードと傭兵がやり合っていくけど、それは知らないって感じだよね。いくぞ。いや、ダメか。あ、ちょうどいいのいる、いるいるいる。こいつだこいつ、いいのがいるね。よし、いけ。さあ、
いやー、どんどん入ってってんだ、奥に。大丈夫かな。よし。多分これや終わったらゼロになってんじゃないかな。結構頑張ってるからね。はい、はい。はい。あ、1になったね。いいね。素晴らしい。問題は、ちょっと待てよ。どうなってんの？中。全滅させんのもいいけどさ。あと残ってるのはどこだっけ？ここは？あれ、ないね。どっちか残ってっかな。ちょっとフリック君に偵察させようか。さあ。ちょっと様子を見ましょう。どこにあと残ってるか。ああ、ここだな。ここに残ってんだ。ここはいないのかな？あぶれ。ここは？あ、ここないね。で、こん中も一応確認しとこうか。はい。ないね。こん中もなかったんだよね、多分ね。ここか。ここかっつっても、今、それどころじゃねえかんな、これ。それどころじゃねえんだよな。どうすっか。まあ、適当に暴れてもらうか。この中には？ああ、昏睡状態の奴隷たちがいるぐらいか。とりあえずじゃあ敵を削るしかないんだな。動いてるやつをみんな倒すしかねえわけだ。で、この子だな、問題は。狙いやすそうなやつを狙わないと。ちょうどいいのいねえかな、引きずってんの。あるいは、侍の都市連合と、あ、ダメだこれ。人狩りと、ここら辺いけねえかな。まあ、歩いちゃってるからね。時間かかるね。いけ！強い人と一緒に戦えばね、欲塗りですよ。さあ。いけ！入った入った。いいねいいねいいね。入ったよ。よくない。よくないよ。回復薬もらわないとちょっと。ここは傭兵とあれがやり合ってるのか。ダメだな。ここはキャラバン越え。いいのがいるね。さあ、おっと、倒れてんのいんな。まあ、しょうがねえな。ただ、これはちょっとやりすぎだな。ちょっと一旦集まろうか。自動セーブ。抵抗フードをやれ。さすがにきついよね、ここら辺のやつするのはね。さあ、かっこええかっこええ。なんかいるな。こうやって対処して。よし、よし、オッケーオッケー。さあ、周り戦いに行くのはいいけどだよね。ちょっと怖いよね。いや、待って、帝国フードもう一匹いんな。ここら辺で相手して。さあ、一応傭兵部隊もいるとは言えねえ。さあ、いけ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 。これとこれは両方とも敵だな。
よし。かっこ撃破。ああ、やられたな。さあ、大丈夫か？敵が混じってるからね、気をつけてね。フリック君。ふざけたことやりやがって。キャラバン声、見えづらい。いやー、気絶してくるのも多いね。さあ、この戦いに我々は勝つしかないんだ。テクオフでやったな。やったけど、持ち物的になんか持てねえかな。いや、持てるな。いけるな。よし。はい。オッケー、無力化完了。大丈夫かな。結局もう皆殺しにするしかねえんだよな。敵を、ああ転がっていく。さあ大丈夫かな。ちょっと怖いな。この状態で気絶する人が増えると怖いぞ。さあて、ちょっと一旦集まろうか。一旦ちょっと集まろうか。ちょっと長い立てこもろうか。はい。ちょっと一旦持ち場を守るにして、担がなきゃいけないのはこいつぐらいか。スチンさんもだな。はい、ちょっと一旦中にこもろうか。一旦休憩。下ろす。担げる。結構ダメージが大きいな。よし。さあ、まずみんな回復して。ヘッドショットも倒れてるな。よし。さあ、安全救助係下ろす。担げる。さあ、来たぞ。いけ。いけ。やっちまえ。よし。さあて、何持って帰ろうか。飯。いやー、これ以上きついか。新入りにね、し、持たそう。よし。体力持てるね。もう容赦しないぞ。こっちも命がかかってるんでね、容赦はしないですよ。はい。ダメか。バックパックはいいかな。いや、もらっちゃえ、もう。よし。無力化成功。とりあえずみんな治療して。スチンさんどこ行くの。鍛錬じゃねえ、鍛錬じゃねえ。さあ、まず戦闘状況確認。フリック君はやっぱ頭だよね。何もつけてないからね。よし。エルス君も戦える。バッタイさん戦える。スチンさんもろいね。言ってダメか。使い物ならねえか。
10手重すぎて使えねえか、刀の方がいいかな、なんか。だんだんそう思えてきた。誰か刀2本持ってる子いるでしょ。ちょっと、10手やめようか。なんか使えない気がしてきた、これ。これダメな武器だわ。よし。1.38。これを誰かに預けてえな。誰か持てる人いない？大きめのカバン持ってる人。いたいた、ヘッドショットか。はい。あ、重くなっちゃったね。10点重いもんね。29キロ。結局刀か。さて。とりあえず戦えなくはないのかな。よし、みんな大丈夫？スリープ。ただ一人気絶中だね。これは完全戦闘不能だからフリックが持ち上げると。さてこっからいけるか。目指すはここだ。幸い敵の数は少ない。少なそうだな。セーブしてから行きましょう。今日中に終わらしたいな、できれば。さあ行くぞ。邪魔なやつ攻撃しげ。進路上邪魔になるやつは攻撃。さあて大丈夫か。よしよし。あれは奴隷狩りか。さあ中入って。よし、片っ端から行くぞ。エルス君ピッキング。いや、なんかいた、なんかいたな。奴隷狩りがいたな。これで対処しといて。はい、邪魔なんか入れとこうか。はい、こっちの奥からにするか。よし、で担ぎ上げる。よし、はい、よし。やばそうなの大丈夫か。スキナーさんとかここら辺は。よし、ピッキング。さあ、あとスチンさん。マイグラジエット。よし。あとは。ピッキング。さあ、ガンガン持ってけよ。メドイット。よし。はい。で、フリック君でピッキング。いいね、いい仕事をしたな。当たり前だ。よし、まだいるな。あ、しっかせ、ちょっと待って。足かせを外してピッキングしてもらおうか。さて、You did it. さーて、ピッキングするよ。これがラストかな。
はい。よし。さあ、あとはどうやって脱出するかだ。あっち血まみれなんだよな。血まみれの方からしか行けないんだよな。みんな覚悟を決めろ。でね、遅いのがいいんだよな。大丈夫かな。仕切り開け、道を切り開け。足遅いのいいな。これだな、一番の問題は。よし。さあ、担げ。行くぞー。我々には突破という道しかない。行け。あれ、俺たちの宿どこだ。俺たちの宿、俺たちの宿へ向かえ。よし、無事に脱出成功だな。さすがフリック君、早いね。ただフリック君の場合はそれ寝かすだけだな。はい。さて、みんな来てからだな。大丈夫か。太陽君が一番遅いだけか。太陽君特に何も担いでないよね、この子も。じゃあ下ろしちゃっていいかな。下ろす。どうだ。これは檻に戻るパターンか。高速で撤退中。ダメか。あと期待できるのはこの二人のシェクか。恩人と思ってくれるかどうかだな。義理堅い性格だと思うんですけれどね、シェクの種族自体が。こればっかりは起きた時じゃないとわからないな。キャンセルされてるっぽいな、これ。いやー、ダメだ。有効のマークついてないわ。まあ、というところでね、とりあえず、奴隷の解放は、ポートノースは終わりでいいですかね。よし。とりあえず寝てようか。次回以降やるのはですね、小拠点を潰しに行きますので、予定では、一度ですね。あら。一度こちらの拠点に戻って、沼地忍者、マーケットの襲撃もできたらもう一回やりたいね。で、人狩りの拠点潰してので、エグザイルキャンプ行けたらいいかな。そこら辺でちょうど正規版が来ると信じて、その前に起きちゃうかもしんないけどね。まあ、最低でも沼地の忍者を倒しておきたいな。今回のこの物語ではね。正規版のこの難易度やる時が来たら、もちろん、ここでしょ、滅ぼすの。あと、まあ、ここも滅ぼすでしょ。トレーダーズ出て滅ぼすでしょ。あと、ここら辺だな。これね、ハイブ。どこだっけ。カトゥン、もう、あれ、おかしいな。どっかにハイブあるだろう。まあ、ハイブの街もね、サウスハイブをね、倒しに行けたらな、と思います。それでは、また次回、お楽しみに。さよなら。